今日はアーユーク病院というところで来ました。めっちゃ緊張するんだけど。 Hey guys! マギラチャンネル、皆さんこんにちは。はい、今日は産院の病院を決めてきたので、そちらの方に初めて行ってきました。はい、そういう動画になります。ではまずこちらをどうぞ。今日は、病院に来ました。隣がね、すぐこの隣がアーユーク病院というところになります。今日は初めての初診で、ちょっと産院をねアーユーク病院にしたいので、その予約を工事の音で聞こえてるかな、わかんないんですけど、行ってみたいと思います。初めての病院でめっちゃ緊張するんだよな。とりあえず忘れ物ないように持ってきたので、あ、キズメちゃんだ。私スズメ好きということで、まだね時間があるんですよ。45分からなんですけど、3、40分ぐらいに着いたので、早すぎてもあれかなと思うんですが、ちょっと病院がでかすぎるので、受付がどこなんだろうとか、いろいろ館内マップを調べてから行こう。心配性すぎるということで、ドキドキしながら行ってきます。はい、ということでね、今日はちょっと買い物しながらやっていきたいと思うんですけども、まあ、そんなこんなで、まず産む病院をね、もうそろそろ決めないといけないということで、私たちは愛育病院というところで産みたいなと思って、そちらの方に今日はね行ってまいりました。なんか都内で有名なところっていうと、やっぱその愛育病院とか山王病院っていうのが検索で出てきたので、まあ有名なところがいいんじゃないかなと旦那氏と話して、そこにしようかなと思いました。なんか病院には産院によってはなんですけど、セミオープンっていうのがあって、もともと通ってたところに30何週目まではずっと通い続けて、最後に産むもうすぐギリギリになったら、そちらの産む予定の病院で見てもらうっていうのがセミオープンクラスっていうのがあるんですね。そこ受け付けてるところと受け付けてない病院があるらしくて、習い事バレエとかもそうなんですけど、私の教室に習うなら他のところで習っちゃダメよっていうところがあったり、いやもういろんなところで受けていいよ、最後はじゃあ発表会はこちらでよねとかいうところもあるんですけど、なんかそれ聞いて、めっちゃ習い事と一緒じゃんと思っちゃいました。習い事バレーあるある。まあ、てな感じで、私の病院とか、私はセミオープンクラスがいいなと思っていて、というのもその愛育病院っていうところが、まあ、ちょっと家からは遠いんですね。なのでまあ基本的には今通っている病院、産婦人科にギリギリまで通っていて、30何週後半になってきたらその愛育病院でお世話になろうかなと思っているので、そのセミオープンクラスにしました。でまあそれもね、なんか病院同士が、まあ、私の言い方だと仲良し、病院同士が仲良しだとめっちゃ医師で伝達がちゃんとしてるんですよ。何度も多分お客さんというか患者さんが何人も何人も自分の病院から病院に通ってるってなると、やっぱりね医師伝診率が上がるのかなと思っていて、今回それをねすごい痛感しました、まあ、というのもまずいつも通ってるところに病院、産院決めましたかって言われて、まだ予約してないんですけど、愛育病院がいいですって言ったのね。で、そして、じゃあ、うちの病院に通うのをやめますかって、愛育病院にもこれから通いますか、それとも、今いるこの病院に通い続けて、最後の方で愛育病院に行けますかって言われて、あ、なるべくなら、ここで通いたいですって言って、あ、そしたらじゃあアンケートで答えてくださいって言われて、アンケート書くんですよ。で、そのアンケートっていうのは、例えば今まで大きな病気をしましたかとか、まあ要は病気が多かったです。いろんな項目があったんですけど、基本的には病気になりましたかとか、まあ、流産しちゃった経験ありますかとか、あとはタバコ吸いますか、お酒飲みますかとか、でその点数が高ければ高いほど病院の受付がされない可能性があるんですね。っていうので、まあ、アンケートを取りました。今私が通ってるところからその病院に行く紹介状っていうのをね書いていただいてっていう感じなので、まあちょっとややこしいですよね。紹介状がないと受付ができないっていう感じですね。で、そもそも愛育病院さんに分かんなかったので電話したんですよ、最初に。
産院ここで決めたいんですけど予約ってできますかって聞いたら、初診を受けないとダメって言われたんです、私の電話ではね。初診、その今までね違う病院で受けてたんで、最初にあゆく病院で初診を受けなければ予約はできませんって言われたんですね。ああそうなんだと思って、で空いてるかどうかも確認できますかって聞いたの。だってさ、行ってさ初診受けてさ、ああ初診受けたけど空いてないっすねって言われたらさ、そこまでじゃん。でもそれもなんか初診受けないと分かんないって言われたの。それはマジ謎だったけど、え空いてるか空いてないかだけ教えてよみたいな。で私なんかさ予定日は決まってるわけじゃないですか。予定日決まってるから、でも11月と15日って決まってるから、まあ、その辺がもうめっちゃ人いたらダメじゃん。だからそれだけでもって思ったんだけど、いやもう初診受けないと一点張りだったから、いやマジかと思って今日ね初診受けに行ってきました。だがしかし、初診を受けに行こうと受付をしたら、初診受けなくてもいいですよって言われたのね。え、要はその持ってきた紹介状があればもうそれで予約は OK だから、あとはお金を振り込んでくれたら完了ですって言われたの。だから私は診察は受けずに今日は紹介状をお渡しして、はい、じゃあお金振り込んだらまた次に進みましょうって感じだったんです。だから正直一体に郵送でね、ある程度処理していいんじゃねって思ったんですけど、まあ電話では初診を受けなさいって言われたので、初診を受けに行って、入院初回費用、え費用、入院なんで仮押さえっていうんですか仮押さえ費用をあの払ってください、振り込んでからだ、話は振り込んでからだっていう感じで今日は終わりました。あの正直私すごい心配性なんで、めっちゃ不安で、なぜこの病院を選んだんですかとか、なんか面接とかあんのかなと思って面接理由とか検索で考えてたなので、もう今後あんまり行くことはないのかな。今後本当にお腹がポンポンになってね、お腹がポンポンになって、もう臨月っていうんですかを迎えるぐらいにまたお世話になるって感じなんですかね。いやーなんかそれもそれで不思議お腹が、ね、大きくなるまでもう通わないっていうのが不思議ですね。はい、ってな感じで本日の、動画はここまでになります。ありがとうございます。ということで、今はね妊娠5ヶ月の16週と4日になります。はい、これからも頑張りますということで、皆さん今日も動画ありがとうございました。見てくださってまたねー、バイバーイ。